他人をバカにしているだろう。食われるぞ。お前には黒い星がついている。食われたくなきゃ支配しよう。大人も子供も男も女も全て支配しよう。お前は王になれ。聖なる地を知ってしまいました。この秘密基地を、そして見てしまいました。あれをビュアミステンシーベストラーフェンゼラ、この女に裁き。31手後が黒のナイトでチェックメイト。ゼラ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 。皆の意見を聞かせてくれないか。あいつ、ニコ。はあ、親愛なるゼラ。眼球を焼いてくださいです。ツワイ、ライゾー。おっぱいを剥ぎ取っちゃうのがいいと思うわ。オトライ、カネダ。千枚同士でチクチク刺す。フィア、電卓。ゼラ、生体実験がしてみたいです。血管内にプラスチックを流し込み標本を作る実験を。フィンフ、ダフ。全身に油を塗って焼きましょう。もう丸裸にしてから。ゼックス、タミヤ。はい、ゼラ、俺たちの力を見せつけるためリンチがいいと思います。スイーベン、ヤコブ。くすぐりまくって笑い殺してみたいっす。アフト、ジャイボ。わかんない。キャニコの案が気に入った。よってこの制裁を実行へ移そうじゃないか。ありがとうございます、ゼラ。あなたたち、こんなことしてどうなるか分かってるの？あれ、この女よく見たら世界史の先生だ。あなた、アメヤ君ね。それにあなた、常川君、常川博之君。ここ光クラブにおいて我はゼラと規定される。何言ってるの。先生はなぜ生きているのですか。なぜって。
永遠の美を否定してまでなぜ生きているのですか。吐き気がする。諸君見たまえ、これが大人という汚れた生き物の体だ。ダスモンスト、この女こそ化け物だ。あなたたちだって大人になっていくのよ。僕は成長を否定しているのではない、あなたが死ななかったことを否定しているのだ。何言ってるの、常川くん。ニコ。はっ！やめて！先生、パス！俺がやめてくれ！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 ディーデストラーブ！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 Nefis, deine Beschwörung. Sensei, Roma 皇帝 Elagabalus はなぜ殺されたのですか。 Elagabalus 帝は常に美しくありたいと願い、性転換までした。そして彼は18歳という若さで殺害された。究極の美を保管すること、エラガバルス神とは腐敗の太陽。 Denn Schönheit ist alles。 常人にあらざる異形のものにこそ神は宿る。ゼラを汚したからだよ。申し訳ありません。ジャイモの邪魔が入り、処刑に失敗してしまいました。怖い怖い。ニコが睨んでるよ、ゼラ。仕方ない。望んだ形ではないが。ねえ、ゼラ。見て。僕たちの中にもあんなに醜いものが詰まってるのかな。まさか、僕たちのは美しいに決まってるじゃないか。さあ諸君、明日からは崇高なる作業を再開しよう。美は願望ではない、美とは真理である。一つ、我が違いにおいて法は存在しない、誤りや欠落が当たりだ。一つ、明るい中で争いが生じた時はメカニズムの解消に努めよ。一つ、どんな知恵も全て冷たい、だから知恵を信じよう。一
一つ。感覚に働きかけないもの、数値は最も純粋なものである。一つ。体の成長は罪ではない。大人になるまで生きることが罪なのだ。一つ。永遠は存在しない。光クラブも例外ではない。しかし唯一の光である。一つ。愛という言葉を使用すべきではない。友情もこれに同じである。一つ。己をチェスの駒に見立てよ。それに反して動くことはルールに反する。一つ。我は光クラブの一員である。この薄いを前に備えよ。言葉は行為である。あいつが完成したら僕たちは無敵だ。常川、ボール取ってくんない？行くよ。ごめん。見て、見て、作ってきたよ、ほら。やり直し。どうしたの、ゼラ。最強の駒クイーンは誕生した。だが光クラブの誰かが僕を裏切るかもしれない。へえ。なんだジャイボ。ねえ、この中で僕の駒はどれ？どれにも当てはまらないな。ねえゼラ、僕のこと愛してる？その質問は十箇条に反してる。だが
お前の美しさは唯一の光だ。ライチ、ラライチ。ララライチ。くすぐったい夜空。美しいよ。お前のすべてが少女のように美しい。おはよう。つねか君。構わないよ。今は他に誰もいない。おはようございます、ゼラ。珍しいな。眠そうな君は初めて見たよ。興奮して眠れませんでした。今朝基地に寄ってきたんです。念のため各関節部のグリスを点検してきました。さすがだな。やはり君にアインツの称号を与えて正解だったよ。諸君、ついにこの日が来た。黒い煙と油にまみれた町蛍光町、疲弊しきった醜い大人たち。僕たちは否定する。あの醜い生き物たちを否定する。我々光クラブこそ蛍光町に灯る唯一の希望の光なのだ。ゼラ、ゼラ、ゼラ。そして今宵、僕たちの優美なるマシーンは起動する。ついに我々光クラブが蛍光町に君臨する日が来たのだ。ゼラ、燃料の指示を。これさ、甘美にして永遠なる美の象徴。ライチ、ライチが燃料。
僕たちの可愛いマシーンに油なんか飲ませられない。そうだろう、ライチ、ラライチ、ラララライチ。では電卓、軌道の数字を押したまえ。悪魔の数列666。666。さあ目覚めよライチ、僕たちには君が必要だ。ライチ、ライチがお前君の名前は？そうだ、君の名はライチだ。ではライチ、君が生まれてきた目的は何だ？君の目的は少女の捕獲だ。我々光クラブに美しき希望の光をもたらしてくれ。さあ行け、ライチ。少女じゃない、しかもブサイクだわ。少女ってのはもっと幼くて可愛くて。生きてなきゃ。なんかひどくなってない？もう一週間経つよ。明らかに退化してるわ。プログラムは修正してるんだけど難しいな。美しいとは。なるほど、ライチ、君に時間を与えよう。美を学びたまえ。バランス？色とか柔らかい曲線とか。バランスと色と曲線
わ、なんか絶対に違う気がする。もう、ライチ、私を見て。どう？美しいでしょ？美しい。じゃあ、電卓やヤコブは？美しくな。あったり。後でチューしてあげるわ。うん、おい。何よ。あ、じゃあこの白くて丸いものは？え？どうして？雷蔵は天気ってことだな。何よもう。やめなさい、どこ触ってんのよ、やめて。無駄なんじゃねえの。人間の感性は計算なんかでどうにかなるもんじゃねえよ。ゼラも案外バカだったりしてな。神谷くん、どうだダフ、これで降参か。ポーンをここに。ダフ、僕と変わってくれ。ビショップをここに、クイーンをここに、ルークをここに、ポーンをここに、ビショップをここに。やるな、タミ。仕方がない。ナイトをここに。今度はナイトとビショップで僕の方がダブルチェックだ。すごいゼラ。ここは逃げるしかないかも。どうする、タミヤ。キングをここに、ポーンでチェックメイトだ。君はポーンに殺された。心が乱れたな、タミヤ。かつては39通りあった。残念だよ。それでも君は我々光クラブのリーダーなのかい？やっぱりやめようよ、タミヤ君。怒られちゃうよ。いいから早く来いよ、ダフカネだ。本当にすげえんだって。タミヤ君、早く来いよ。もうやだよ。ビビんなよ、全然怖くないから。怖いよ。危ないって。かっけえだろ。すごい広い。な、今日からここが俺たちの秘密基地だ。すごい。おお。面白そうだぞ、そのゲーム。誰？
スネーカーでは転校生、いつも一人でいる子。来いよ。いいの？ちょっとタミヤ君、やめようよ、あのやつ。地図知ってるか？教えてやるよ。俺、光クラブのリーダータミヤ、よろしくな。よろしく、タミヤ君。どう、ライチ。顔を見ないとわからないわ。うわ悔しいけど、こんな綺麗な子を見たことないわ。ライチ、なぜこの子を連れてきた？電卓。お前の仕業だな。勝手な行動は裏切り行為だぞ。あの。だが、よくやった。一体どんなプログラミングをした？ ある概念をインプットしました。概念？私は人間だ、と。雷蔵、お前が今日から毎日髪の毛と顔を拭いてやれ。はい。それ以外のものは絶対に触れることは許されない。ましてや性的な欲望の対象として見ることも決して許されない。今より玉座はこの少女のものとなった。我々光クラブに美の女神が降臨したのである。少女一号である。ゼロゼロゼロ。さあ目覚めよ少女一号。その美しき声で我々に福音を示してくれ。どうした、イチゴ。君の美しい名を聞かせてくれ。ライチの睡眠薬が強すぎたのかしら。まさか死んでるんじゃ。まあいい。僕たちは最強の力と永遠の美を手に入れた。時間は十分にある。ゼラ、質問があります。あの者たちに食事が与えられていないようですが。ああ、忘れていたな。このままだと死んでしまいます。それが何か問題でも。え？
そこへ、そこじゃねえぞ、トシ、早く僕が出せ、僕から出ろ、クソダグリ、出して、お願い、なんでもする、汚らわしい豚め、なぜそれ、ママに買ってもらったんか、おい、ニコ、ニコ、やめて、お願い、お友達が出るぞ、やめろ、やめろ、なぜ、こいつらやめさせてくれ、本当に死ぬな、いい加減にしたまえ、ニコ、もういい、よくやってくれた。これ以上我々の聖地を薄汚い大人たちの血で怪我したくない。タミヤ、個人のちっぽけな感情で行動するのはよしたまえ。しかしゼラ、我々の崇高な目的を忘れたか。我々は薄汚い大人たちを否定する、永遠の美を手に入れ、この町に君臨するのだ。分かってる、分かってる、だけどタミヤ、君は十箇条に反した。そうだね、はい。一つ、己を、己をチェスの駒に見立てよ。それに反して動くことはルールに反する。みなれ復唱せよ。一つ、己をチェスの駒に見立てよ。それに反して動くことはルールに反する。ゼラ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 。タミヤ君、どうしたの、急にこんなとこに来たいなんて。いいじゃん、たまには。昔はよく3人で遊んだろ。そういえばそうだね。最近毎日ずっとライチ作ってたもんね。まさか本当に完成するなんてね。なんでこうなっちまったんだろうな。神谷くん、うわ、来たね。あれ、これってどうした。ああ、これひょっとして。だよね、小学生の時に3人で夢描いて海に投げたやつ。ああ、あれか。じゃあなんだ、流れずにずっとここにあったってことか。開けようぜ、開けようぜ。え、ちょっとタミヤ君やめてよ。何書いたんだよ、おい、書くなって。いや、もう、はい、はい、はい、よし、いくぞ、せーの。みんな同じこと書いてんじゃん。ここだ。おい、ダフ、彼のだって同じこと、マカネダも同じこと書いてるよ。ラコヨスって書いてる。もう一枚入ってる。あ、いや、見ようよ。これは別に見なくてもいいんじゃないか。なんで？いや、待って。見せろよ、おい！あ、カメラ取れ！カメラ取れ！カメラ！よし！よし！あ、もう！違うんだ、これ。つきすぎだよ。だってカメラ、なんだよ、好きだったの？カメラだって変な顔してるじゃん。カメラ寝てるだけだよ。全然変わってない。カメラ、タミヤ君が一番変わってない。すごい堂々としてるよ。カメラの髪の毛も全然変わってない。なあ、今日はさ、光クラブで禁止されてることやっちゃおうぜ。え？大丈夫かな？ダフ、金田、愛してるぜ。僕もなんか照れるね。俺らはチェスの駒なんかじゃねえぞ。そうだ、
ないぞ。俺は成長を否定しない。大人になるんだ。僕もおかしいと思ってたんだ。やっぱり二人も同じだったんだね。俺らは光クラブの一員だ。一員だ。あれ、それは別に逆らってないね、うん、これはいいんだ。だって俺たちの光クラブだろ。お願い、逃がして。そういうことはできない。ゼラの命令に反する。じゃあ手錠だけでも外してくれない？すいた。何か食べさせて。それは命令に反しない。ロボットなの？人間だ。そう、ライチっていうのね。私はカノ。自分で食べたいわ。自分の手で食べたいって言ってるの。これは人間の食事方法じゃないわ。屈辱よ。ライチ、私は人間よ。わかるわよね？なのにライチは私を人間だと思ってないわ。失礼だよ。
と直そうとしただけだよ。そのくらいいいじゃんか。お前らゼラの言葉を忘れてないだろうな。わかってるよ。そんなにピリピリすんなよ、ニコ。タミヤ、てめえ何やってる。ニコ、こんなの間違ってる。ゼラは絶対いる。間違ってんのって。間違ってる。こんなのは光クラブじゃない。明日朝からか。やだな正直。ライチが完成してから日曜ぐらい休めると思ったのにね。なあ。ん？どうしたのタミヤ君。俺捕まった人たちを逃がそうと思う。協力してくれないか。え？ダメダメダメ、そんなことしたら。セラに何されるか。このままだとあのおっさんたち死んじまうだろ。あの子だってどうなるか。でもな。相手はゼラだし、ライチもいるし。ああ、何か方法を考えなきゃ。だから協力してほしいんだ。うまくいったら光クラブを抜けよう。もうここには来ない。え？基地なんていらない。俺たち三人がいれば光クラブだろ。そっか、そうだね。無理。金だ。ごめんタミヤ君、僕は怖いよ。そっか、そうだよな。分かった。悪い、忘れてくれ。タミヤ君。僕やる。タミヤ君を信じるよ。ありがとうな。でも金田は。大丈夫、もう一回誘ってみよう。うん。
ダフは昨夜1号の体に触れ G 行為に及んだ。さらに捕らえた2人を我々の許可なく逃した罪は重罪である。よって直ちに処刑する。待ってくれゼラ。タミヤ、ゼラは絶対だ。意見をするな。2人を逃がしたってどういうことだよ。そんなバカな。待ってくれ。それでも仲間を処刑するなんてどうかしてる。何を言ってるんだいタミヤ。君がやるんだ。はタミヤ、君はダフ・カネダと画策し僕を裏切ろうとしていたね。タミヤ君、カネダ、金田が話してくれたよ。タミヤ君、ごめん。僕、脅されて、怖くて。やめろ。ダフも金田も関係ない。そんなはずないな。君たち3人で光クラブなんだろ？さあ、ダフを処刑したまえ。彼の罪はリーダーである君の責任だ。さもなくば。汚いぞゼラ。汚い。裏切りこそ最も汚い行為ではないか。さあ、できるわけないだろう。そうでは。タミヤ君、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 タミヤ君。君を裏切った金田は処刑した。次は君の番だ。では君から処刑しよう。ライチ、撃ってタミヤ君。僕が悪いんだ。僕が我慢できなかった。このままだと君が殺されちゃうよ。バカ、死ぬのが怖くないのか。怖いよ。でもいいんだ。君に殺されるなら僕大丈夫だから。やめろ。僕何も思い残すことないから。だって女の子に触ることができたんだ。とても柔らかくて温かかったよ。撃って、タミヤ君。エアモルドイン、エアモルドイン。
エアモルドイン、エアモルドイン、エアモルドイン、エアモルドイン。タミヤ、これでも僕は君を高く評価しているんだ。これ以上僕をがっかりさせないでくれ。ライチ、手錠外して。それは悲しいっていうの。この歌はレクイエムといって、死んだ人を悲しむ歌なの。ライチ、あなた人間なんでしょ。いくら強い人間の命令でも、しちゃいけないことがあるの。ライチ、
あなたが本当に人間なら人を殺しちゃいけないわ。マシンは完成し、美しい少女も手に入れた。さらに裏切り者の排除にも成功した。我々光クラブは盤石だ。そうだろう。はっ、ゼラ。ではなぜだ、ゼラ。なんでいつも目を開かない、声を聞かせてくれないのだ。ゼラ。そうか、この中にまだ裏切り者が潜んでいるということか。タミヤ、俺はお前を追い出したい。ゼラはなぜ気づかないんだ。結局裏切るのはお前だと。ニコ、光クラブはこの後どうなる。蛍光町に君臨するってどういうことなんだ。それはゼラについていけばわかる。俺たちは駒だ。光クラブの目的は達成したんだ。もういいだろう。いけないんだ。ジャイボ、ダメだよゼラ。何を言ってるんだ。これは何。そんな子ほっときなよ。しょっぱい。ライチ、お前は知ってるか。
この右目は俺の目なんだ。ゼロ。ニコ、ニコ、見てください俺を、ゼラと光クラブのためなら、こんな潔にも。ゼラ、本当に人間の目じゃないとダメなのか。当然だ。マシーンの完成には真実を見つめる右目が必要だ。行こう行こう行こう。俺の目を。いじめったらしい大人の世界を半分しか見たくなかったんだ。ライチ、お前の右目は真実を見ているか。何だったんだあれは。セラとジャイボが。俺はあいつだろ。俺が一番じゃなかったのか。ゼラ！そうか、足りないのか。右目が足りないんだ。中性が、中性が、中性が。怖い。あ？笑顔が可愛いからニコなんじゃないの？ニコニコニコ。キャッハ。大変です、セラ。ライチの木が。それたことをしてくれたじゃないか。僕のミスだったよ。あの時君も処刑しておくべきだった。
ゼラ、ニコが生きてます。うるさい、ほっとけ。え、なんだニコ。僕は役立たずに用はないな。そんな。ニコ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 。グズグズするな君たち。早く裏切り者を処刑しようじゃないか。裏切り者に罰を。ライチラライチララライチ、処刑をしようラライチ。殺人マシーンララライチ。マシーンララライチ、そのまま首をねじ切ってしまえライチ。あなたが本当に、あなたが本当に人間なら、あなたが人間なら、人間なら、あなたが本当に人間なら。あなたが本当に人間なら人を殺しちゃいけないわ。なんと美しいのだ。待ちわびていたよ少女一号。さあもう一度声を聞かせておくれ。我々光クラブに福音を、我々を導く光となってくれ。さあ。あなたは最低よ。最低バカな、ありえない。一体全体僕のどこが最低だというのかね。全てよ。気が触れてしまったのかい。触らないで。なぜ僕を拒絶するんだ。醜いからよ。醜い、この僕が。やはり生身の女とは幻滅するものだな。そうだ、
少女を機械に改造しよう。成長を否定する永遠の美、これこそ光クラブの象徴にふさわしいじゃないか。なぜ今まで思いつかなかったんだ。エラガバルスが皇帝に即位したのが14歳、僕も明日で14。明日？明日じゃなきゃダメだ。明日この少女を機械に改造する。そのためにはまず少女の処刑だ。なるべく美しく甘美な処刑がいいな。ゼラ、お言葉ですが無理です。明日なんて大地を作るのに1年半もかかったわ。そもそもそんなことできんのか。どいつもこいつも馬鹿げたことを。もっと理論的かつ合理的に考えたまえ。どうやって作るかよりどうやって殺すかの方が重要だろう。そうだ、バラだ。バラだ、バラが必要だ。今宵町中の花屋から全てのバラを奪いに行こうじゃないか。ニコは？ゼラって人が焼却炉に行って命令してた。ニコ、バカ野郎。カノンを外に出してはいけない。ライチは私と一緒に来たくないの？おい。
ち来て。ライチ。無理だ。行こう。ライチ。バカ、何やってんだよお前。だってライチを置いていけないもの。ゼラに殺されるぞ。大丈夫。ライチがいるから。勝手にしろ。ニコが命がけで守った最後の一粒だ。焼けちまってるけど。ありがとう。君、名前は？タミヤ。タミヤヒロシ。私はカノン。ミハルカノン。ありがとう、タミヤ君。気をつけて。ライチが私をここに連れてきたんでしょ？そうだ。そうインプットされてたのね。違う。私が選んだ。どうして私だったの？美しいと思った。一緒にいたいと思った。ライチ、私明日殺されて機械になるのよ。私が機械になったら君は嬉しい？嬉しくない。カノンは人間だから綺麗。でも私、そのうちおばあちゃんになっちゃうよ。あいつだけ年取らないなんてずるいわ。私は人間になりたい。カノンと同じ人間になりたい。いいね。本当にそうなったら素敵。目の前が明るい。カノンと
私明るい。バカねライチ、そういう時は楽しいっていうの。楽しい、私楽しい。ねえライチ、今夜は一緒に眠りましょう。そしたら同じ夢が見られるかもしれない。夢。おやすみライチ。おやすみカノン。これが夢なのだろうか。カノンも同じ夢を見ているのだろうか。おはよう、廃墟の恋人たち。まったく迂闊だったよ。まさか君たちがそのような仲だったとはな。タミヤを逃がしたのも少女一号、お前の仕業だな。おいで、僕が処刑してあげよう。機械まで僕を裏切るというのか。裏切りマシーンララライチ。カノンは渡さない。カノン、カノンというのか。カノンかカノンかかカノン。ねえ、よかろう。電卓マシンを正常に直しているのだよ。そんなことして勝ったつもり。うるさい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 、やれ電卓。ごめんライチ。今日の恋人もこれで終わりだ。心の底からあなたを軽蔑するわ。もう喋るな。お前の信じているライチの手で処刑してやる。これよりバラの処刑を開始する。ライチ、思い出して。ライチ。少女一号、汚れた豚から清らかな鉄製少女へと生まれ変わるのだ。ライチ、あなたは人間よ。人間でしょ。ライチ。エアモルドシー、エアモルドシー、エアモルドシー。ライチ、思い出して。Thank you.
けど。殺人マシンララライチ。天拓、何をしてる？所詮機械は機械だな。みんないなくなったよ、少女1号。僕と君だけだ。その子に触れんじゃねえよ。
タミヤ。タミヤ、何をしに来た？返してもらいに来た。俺たちの光クラブ。自身の手でやってみろ。バカめ。どうした手だ。手が震えてるぜ。うるさい、今殺してやる。ゼラ、俺たちがやってきたことは何だったんだ。何が残るんだ。お前が裏切るから。ゼラ、大地の木に火をつけたのは俺じゃない。嘘だ、今さら何言ってる。捕獲したおっさんとおばさんもダフが逃がしたんじゃない。二人とも焼却炉で焼けてた。なんだと。僕知らないぞ。ダフや金田は無実の罪で死んだ。お前を最後まで信じていたニコもみんな死んじまった。俺はここだぜセラ、しっかり狙え。セラ、よく考えろ。本当の裏切り者は誰か。ジャイボ、お前なのか。セラ、僕の駒はどれ。僕はどの駒にも当てはまらない。強いて言うならプレイヤーかな。駒を自由に動かせるんだ。なぜだ、なぜなんだジャイボ。いらない、全部。セラの心を奪うものなんて、光クラブなんてなくなっちゃえばいい。やめろ。僕に近づくな、このバケモノ。
やめろ、ジャイボ。ねえゼラ、どうして僕じゃダメなの？僕を機械にすればいいのに。やめろ、やめてくれ。じゃない、僕ね、声変わりが始まってきたよ。うっすらヒゲも生えてきた。何言ってんだ、気持ち悪い。お前は男じゃないか。愛してる。愛してるんだよ、ゼラ。ライチ、お腹すいたでしょ。おいしい？私に味覚はない。しかしなぜかおいしいと感じる。な、おい。教師と話しないか。お前やっぱり食われたな。うるさい、僕に話しかける。
Never hit, 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 never